どうも皆さんこんばんは、ポカリエタナカンテソン。あなたは飯塚事件をご存知でしょうか。1992年に福岡県飯塚市で小1の女児2人が殺害された飯塚事件で、無実を訴えながら起訴され最終的に死刑が確定した男性が、あっという間に自民党の森法務大臣によって死刑が執行された事件です。この事件については、犯人とされて2008年に死刑が執行された熊道俊さんという男性が実は無罪だったのではないかという疑惑があることで有名です。そして犯罪捜査に導入されて間もない稚拙な DNA 型鑑定が有罪の決め手にされていたことが広く知られるところです。また死刑判決から死刑執行の間の期間が非常に短かったこともあり、弁護団が再審請求、それも確固とした証拠を添えての再審請求する時間がない間に死刑が執行されてしまった。しかし実を言うと、熊さんに対する死刑判決はこの事件に関する知識が一切ない人でも一読しただけで、裁判官が黒の偏見にとらわれた上で有罪ありきの事実認定をしていたことが容易に見抜ける内容でした。というのも、弁護団が必死に警察、検察の捜査経緯、捜査内容などを調べたところ、見過ごされた数々の問題が出てきたことに加え、足利事件と同時に行われた DNA 鑑定や血液型鑑定の内容にまで大きな疑義が出てきたのです。この国では死刑に賛成する人の割合は約8割と言われています。それほどの人が必要だと思う死刑制度、被害者感情などは多く語られても、制度そのものの欠陥が語られることはあまりない。飯塚事件、今から28年前の1992年2月の20日、福岡県飯塚市で小学1年生の女児2人が登校中に揃って行方不明となり、翌日の21日、天城市と加穂郡を結ぶ国道の外下約10メートルの雑木林で遺体となって発見された。そして事件から1ヶ月後の3月の20日、県警は無職の男性熊道俊さん当時54歳を参考人として取り調べ、任意提出を受けた毛髪と指紋の DNA 型が犯人とほぼ一致するとの鑑定結果を得たものの、逮捕に至らなかった。しかし2年後の1994年9月の23日、女児の衣服についていた繊維片が熊さんが所有する車のシートのものと一致したことが決め手となって、その後死体遺棄容疑で熊さんを逮捕、そして起訴した。その後福岡地裁は1999年9月に死刑判決を言い渡し、最高裁判所は2006年9月の8日に、原判決の事実認定は正当として善認することができると上告を棄却し、熊さんの死刑が確定した。そしてわずか2年後の2008年の10月の28日、福岡高知署において熊さんの死刑が執行されました。また西の飯塚、東の足利と言われたように、共に MCT118 型検査法による DNA 型鑑定が同様の時期に同様の科警研のメンバーによって実施されたという共通性は認識されていたところ、足利事件において残存する現場資料の再鑑定が動き出そうとした頃に熊さんの死刑が執行された。そして熊さんは逮捕されてから一貫して無実を主張し、死刑執行の瞬間まで無実を訴え続け、一度たりとも自白をしませんでした。真実は裁判で明らかになると、逮捕前に録音されたテープにも思いは残る。私に対する証拠、また追及する材料は一切ありません。報道関係者の見守る中で、法廷の中で身の潔白を立てると、こういう事件で逮捕ということがいかに苦しい、子供がおればですね、なおさら。しかし事件発生から7年経った1999年9月、福岡地裁で行われた自白のない状況証拠のみの裁判で下された判決は死刑でした。足利事件とは、1990年5月の12日、栃木県足利にあるパチンコ店の駐車場から女児が行方不明になり、翌日の13日の朝、近くの渡良瀬川の河川敷で女児の遺体が発見された。そして1991年、事件と無関係だった菅谷俊一さんが被疑者として逮捕、被告人として起訴され、刑事裁判で有罪が確定し服役していたが、遺留物の DNA 型が2009年5月の再鑑定の結果、彼のものと一致しないことが判明し、彼は無実の冤罪被害者だったことが明らかとなった。そして服役中だった菅谷さんは直ちに釈放され、その後の再審で無罪が確定した。また真犯人が検挙されず、公訴時効が完成した未解決事件でもある。つまり無実の人間を国家が殺害した可能性もあるという死刑制度を揺るがすほどの極めて問題の事件であることは間違いないです。まず熊道俊さんについて、事件当時52歳であった熊さんは1940年1月の9日生まれであり、まさに高度経済成長を体現した世代だと言えます。そして公務員として働いていましたが、事件当時は専業主婦として妻と2人の子供と生活しており、収入源は妻の給料と自身の年金でした。また平日は妻を職場まで送り迎えを行い、車は週に2回洗うほど綺麗好きで、休日には家族でドライブに出かけるなど平凡な生活を
営んでおり、飯塚事件発覚時は町内会長として捜査協力を申し出るなど正義感の強い一面も持っていました。しかし裁判では捜査に協力すると申し出たのは捜査の攪乱を意図したものだと結論付けられてしまいました。冤罪事件だと証明された場合、警察は取り返しのつかないミスをしたことになります。そして熊さんは近所の評判も良く子供好きで、子供たちに慕われる熊さんのニックネームはザリガニおじさんだったそうです。またウルノ地区の自治会活動においても大変尽力されていたそうで、こんな熊さんが犯人なはずはないと誰もが熊さんの冤罪を信じていました。しかし必要にウルノ地区周辺の聞き込み捜査などが行われていた影響から、熊道都市が犯人だと心ない言葉を放つ人たちが徐々に増えていきました。でもそれはごく一部の人であり、多くの地元住民は熊道都市さんが冤罪であることを信じていました。そして熊さんの妻の発言から幸せな家庭を築いていたことが伺えます。私たち家族の幸せは日々の中にあり、夫の優しさ、思いやりは生活の中に満ち溢れていました。子供の成長に合わせて軽自動車のワンボックスから普通自動車のワンボックスに変えて、運転席に3人で座って出かけるのが楽しみでしたと話しました。また私が一度は行ってみたいと思っていた富士山にも連れて行ってくれました。富士山に向かって走る高速道路でトンネルを抜けると、目の前に現れる富士山は美しくて素晴らしいものでした。深く心に残っていますと語っています。しかし飯塚事件発生により熊一族の幸せは見事に打ち砕かれることとなってしまったのでした。ここからは事件当日の流れを時系列でまとめていきます。1992年2月の20日、福岡県飯塚市で登校途中の小学1年生の女児2人が行方不明になりました。 A ちゃんは朝7時40分頃に同級生と O ちゃんの家へ向かい、3人で学校へ向かって歩いていましたが、8時を過ぎても O ちゃん宅近くでグズグズしていたため、同級生は先に学校へ向かいました。そして2人になった A ちゃんと O ちゃんは8時10分頃に O ちゃん宅付近で地面にしゃがみ込んでいる姿を目撃されています。また8時22分頃にも歩いているところが確認されており、最後に目撃されたのは8時30分ですが、数分後に同じ場所を通った人からは目撃されていないため、直後に誘拐されたとみられています。2月の21日午前0時10分、福岡県天城市の八丁峠を自動車で通りかかった団体職員の男性が、商用を足すために車を降りたところ、外貨の斜面にマネキンのようなものが捨ててあるのを発見しました。男性は不審に思い警察に通報した結果、2人の遺体であることが判明。死因は頸部を圧迫されたことによる窒息死で、これを受けた形跡がありました。また2人はこのような状態で、これやランドセルは遺体発見現場とは別の場所で、道路から投げ捨てられたように遺棄されているのが見つかっています。そして5日後の2月の25日、近所に住んでいた当時54歳の熊道俊さんが事情聴取を受け、毛髪と指紋の任意捜査を受けて DNA 鑑定を行ったところ、犯人とほぼ一致するとの鑑定結果が出ましたが、逮捕には至りませんでした。というのも他の研究機関で再鑑定した結果 DNA が一致しなかったためです。しかし警察は熊さんが犯人だと決めつけ、昼夜を問わずに張り込みを行いました。そして警察が熊さんの写真を持って聞き込みを行ったので、周辺住民からも疑いの目を向けられるようになっていきます。また熊さんは事件への関与を否定していましたが、警察がゴミを回収しようとしたためトラブルになったこともあります。事件から2年後の1994年9月の23日、女児の衣服についていた繊維片と熊さんの車で使われていたシートの繊維片が一致したため、熊さんが逮捕されることになりました。そして逮捕後も無罪を主張していましたが、10月の14日死体遺棄で起訴され、11月の5日には殺人略取誘拐罪でも追起訴され、福岡地裁は1990年9月の29日に死刑判決を下します。熊さんはもちろん控訴と上告をしましたが、共に棄却されて2006年9月の8日に死刑が確定しました。そして死刑確定からわずか2年後の2008年の10月の28日に福岡拘置所で死刑が執行されます。熊さんは再審請求の準備中で死刑執行直前まで無罪を訴えていました。また死刑執行の3ヶ月前に死刑廃止団体のアンケート調査に答えた際には、真実は必ず再審にて、この暗闇を照らすであろうことを信じて疑わないとアンケート用紙の裏面に記載しており、後に冤罪事件となる足利事件と飯塚事件は同じ DNA 鑑定方法が取られていて、死刑執行は足利事件の DNA が再鑑定されることが決定してから12日後の出来事でした。ここからは熊道俊さんが逮捕された理由についてまとめていきます。熊さんが逮捕された理由はいくつかありますが、一番は
女児の衣服に付着していた繊維片と熊さんの車の座席シートから切り取り調査された繊維片がほぼ一致したことです。他にも現場で目撃された車と同じ特徴の車を所有していたことや車の後部座席から血痕と尿痕が検出されたことも影響しています。また熊さんの周辺では以前にも小学1年生の女児が行方不明になっていて現在も見つかっていないことから警察は初めから熊さんを疑って捜査を進めていました。そして犯人のものと思われる車は複数の人に目撃されていて車の特徴が熊さんが所有していたものと一致しました。その特徴とは紺色のワンボックスカーで後輪はダブルタイヤ、窓には色付きのフィルムが貼ってあるとするものです。当時該当する車は9台ありましたが熊さん以外の人物はアリバイが成立して色付きフィルムは貼られていませんでした。また車は女児の遺留品発見現場近くで目撃され犯人だと思われる人物についても目撃証言がありました。その内容は犯人と思われる人物はカッターシャツに茶色のベストを着ていて髪の毛は前の方がハゲていたと証言されました。しかし車が目撃されたのは山道のカーブであり運転しながら車の詳しい特徴や人物の特徴を本当に観察できるかについては疑問が持たれています。そして女児のスカートや靴下には繊維片が付着していました。というのも熊さんの車の助手席シート運転席のフロアマット後部フロアマットなどの繊維片を切り取り調査したところ女児に付着していたものである可能性が極めて濃厚になったのです。熊さんの車はマツダ製で座席シートに使用されている食譜は昭和57年3月の26日から昭和58年9月の28日までに製造されたウエストコーストの座席シートにだけ使われている特別なものでマツダ製以外の車には同様の繊維片が全く使われていないとは言い切れないものの繊維片の色や素材などが一致したことから熊さんの車で女児が誘拐殺害されたとして認められました。そして熊さんの車の後部座席やマットからは血痕と尿痕が検出されましたが熊さんは付着の原因について納得のいく説明ができませんでした。また女児は出血失禁した状態で発見されていることから検出されたのは女児のものであるとされました。というのも熊さんの車から検出された血液は O 型であり被害者のうち1人が O 型だったからです。弁護人はもう1人の女児の血液型である A 型の血痕が検出されていないことはおかしいと主張しましたが O 型の女児は多量の鼻血を出している一方 A 型の女児は出血がわずかであったため検出されていなくても矛盾しないと結論付けられました。そして被害者のここからは犯人の血痕が検出されており DNA 鑑定を行ったところ熊さんの DNA の MCT118 型が犯人のものと合致しました。ただし当時の DNA 鑑定技術では1人の血液であれば約266人に1人は一致することから決定的な積極的間接事実とはなり得ないと判示されています。また帝京大学で鑑定された時に DNA が検出されなかったのはごく少量の綿をつまみ取ったものにかすかに色がついているかどうかという状態まで血痕を飛翔したことが理由だとされました。そして熊さんは捜査段階では妻を職場へ送って帰宅した後に母親の家へ向かったと供述していましたが後半では妻を職場へ送った後まっすぐ母親の家へ向かったと供述を変更しました。そして捜査員が熊さんの行動を再現したところ女児が行方不明になった時間帯に現場付近を車で通過することになると判明したから供述を変更したのではないかとされました。また事件当日の行動を思い出したきっかけを捜査段階では刑事が帰った後に何をしていたかを考えて思い出したと語っています。そして妻とは事件の話をしていないとしていましたが後半では妻と話していて思い出したと供述を書いています。ここからは飯塚事件が冤罪だと言われる理由についてまとめていきます。まずこの事件が冤罪と思われる主な5点について見ていきます。車の目撃証言。事件当日は現場近くで紺色のワンボックスカーが目撃されていました。そしてこの車と熊さんの車の特徴が一致、これは目撃者 A 氏の証言である。しかし弁護団はこの A 氏の目撃証言には重大な疑惑があるとしている。 A 氏によると紺色のワンボックスカーは被害者女児の遺留品近くで目撃された。そしてその際に犯人と思われる人物やその車について以下のような証言をしている。その他にも男の髪型、年齢、服の色や特徴についても細かく証言している。そしてこれらの特徴を持った車は福岡県内では熊さんの車だけだと認定した。しかしこの証言については重大な疑惑が出てくることになる。というのも山道のカーブですれ違う際にせいぜい10秒程度問題の車を目撃、またこの車と男の目撃現場は細い山道のカーブのところで脇見があまりできないような運転中にこれだけの情報をきちんと目撃することが可能なのかという点である。弁護団はこの車の目撃証言の
信憑性を図るために日本大学心理学科厳島幸男教授に再現実験を依頼した。実際に行われたのは現場に同じ特徴のワゴン車と人物を配置して目的を知らされていない30人の人に同じ参道を車で走ってもらい A 氏と同じような詳細な証言が可能かどうかを検証する実験である。そして実験の結果、車や人物についての A 氏のような詳細な目撃証言を30人のうち誰一人報告できなかったのである。また再現実験は2001年と2010年の2回、合計75人の被験者で行われたが、被験者の目撃した車に関する証言はどれも非常に曖昧で不正確だったそうです。ちなみに記憶力抜群のはずの目撃証人の A 氏は当初目撃現場までなかなか警察官を案内できなかったそうです。ではなぜ A 氏は詳しく証言できたのか。普通に考えて捜査員に誘導された可能性も疑われる。車でカーブを曲がるときに道路に沿って曲がる方向に視線を向けるという眼球運動を行うという反応がある。車の目撃証言の場所は左カーブの場所。当時の捜査資料によれば A 氏は車とすれ違う際に右斜め後ろ方向を向いてと証言していた。しかしタンジェントポイント理論からするとこのような運転をしながら詳細に目撃することは不可能に思われる。また幸男教授はこのような運転はありえないと述べている。そして幸男教授は A 氏の証言には不自然な部分があると語った。それは車体ラインが入っていなかったとの証言。幸男教授曰くラインが入っていない車を見てわざわざ車体にはラインが入っていなかったとの証言をすることが不自然だと語った。実は熊さんの車はもともと黄色色とオレンジ色のラインが入っていたが自分でそのラインを剥がして乗っていました。その結果シルバーのラインの跡が少し残った独特の外見になっていたそうです。つまり捜査員の誘導によって車にはラインがなかったとする A 氏の証言が引き出されたのではないかということである。弁護団も目撃証言は捜査員によって作り出されたものと主張した。そして2012年12月に重要な疑惑が生じた。というのも当時の捜査資料から弁護団の主張を裏付ける証拠が明らかになった。当時の捜査資料から時系列をまとめると以下のようになります。問題はこの調書作成の2日前の3月の7日に捜査員 B 自身が熊さんの保有の車の確認を行っていたということである。そしてその日の捜査資料に熊さんの車について車にラインはなかったとの特徴が書かれていた。つまり先に熊さんの車を見に行きその車の特徴を確認した上で目撃者から供述調書を作成していたということになります。さらにおかしなことに日を追うごとに目撃証言が詳しくなっていきました。実は A 氏が最初に警察から車の聞き取りを受けたのは事件から11日が経ってからのことである。このように時間が経つごとに証言が詳細になっていきました。また A 氏は車はトヨタや日産ではないと証言しているがライン同様ないものをないと証言するのはおかしなことだと言えるでしょう。つまりその目撃調書作成時に捜査員の誘導があったのではないかと疑わざるを得ないのである。さらに目撃証言の信憑性が問われる問題は他にもあります。車にはナンバープレートとは別に車検証などに記載されている型式番号というものが割り振られており、その型式番号から新たな疑惑が浮上した。熊さんが乗っていたマツダのボンゴは事件が発生した1992年までモデルチェンジを繰り返し行っており、全部で27種類の型式が存在しています。しかし捜査資料にはまだ犯人の絞り込み途中にもかかわらず27種類のうちなぜか4つの型式番号しか記載されていなかった。そして驚くべきことにこの4つの型式番号は熊さんが乗っていた車のカタログに記載された4つの型式番号と完全に一致した。つまりこの捜査方法では客観的な供述調書だと言えないのではないか。いや重大な疑惑としか言いようがない。またこれが死刑判決の重要な証拠になっている。弁護団の岩田勉弁護士は典型的な見込み捜査だと語っています。やはり最初から捜査の的を熊さんに絞っていたことが濃厚である。次に DNA 鑑定。この事件では DNA 鑑定が死刑判決の重要な根拠になっています。足利事件はその DNA 鑑定が間違っていたことが裁判所でも完全に認められ無罪判決になった事件である。しかし驚くべきことにこの飯塚事件での DNA 鑑定は足利事件とほぼ同じ時期に同じ鑑定方法でなんと鑑定人まで同じだった。さらに飯塚事件の DNA 鑑定の重大な疑惑が以下の3つである。まず科警研の鑑定と違う鑑定結果を隠していた。警察は1992年3月に熊さんに髪の毛の提出を依頼し熊さんと犯人の DNA は一致したとの結論を受け取っていたはずである。しかし警察はこの後2年以上の間熊さんをなぜか逮捕しなかった。そして2年後の1994年9月に熊さんが逮捕され裁判で検察は科警研の DNA 鑑定
鑑定を証拠として提出したが、その他の DNA 鑑定は提出しなかった。その後裁判の中で弁護団から家系権の DNA 鑑定以外の鑑定があったはずではないかと追及され、渋々検察は別の鑑定書を証拠開示した。その結果、その鑑定書は家系権の鑑定結果を完全に否定していました。隠されていた鑑定書は帝京大学が福岡県警の依頼を受けて作成されたもので、ミトコンドリア法など2種類の DNA 鑑定を使って鑑定が行われた。その結果、どちらの鑑定法も現場から採取された DNA や被害者の体から採取された DNA と熊さんの DNA とは一致しなかった。つまり家系権の鑑定を否定していたことになる。ちなみに帝京大学の鑑定では熊さんとも少女2人とも違う別の DNA が検出されていた。また複数の鑑定法でたとえ一致したとしても犯人であると特定できないが、逆に1つの鑑定法で不一致という結論が出ればそれは別人を意味する。つまり犯人ではないということになる。そしてこの隠されていた DNA 不一致の鑑定結果の鑑定書が法廷の前に明らかにされたが、なぜか福岡地裁は他の状況証拠とともに家系権の DNA 鑑定は信用できるとし、熊さんに死刑判決を宣告した。その後2006年には最高裁で死刑が確定された。次に鑑定写真の名案を変更してプリントした疑い、2012年10月の25日に弁護団から福岡地裁に意見書が提出された。内容は家系権から提出された DNA 鑑定の写真について改ざんされた可能性があるというもの。 MCT118 法とは、鑑定したい DNA を取り出し増幅装置 PCR で増幅する、それから電気エイドという工程を行い、塩基数によって移動距離の違いを測る。そしてこの DNA の内側に存在する基本単位である塩基が16個ずつ1組になって繰り返されている部分を切り取って、それが何回繰り返されているかを調べる方法である。電気エイドによる解析とは、ゲルの分子のふるい効果を利用したもので、 DNA はその構成要素にリン酸基を持っているのでマイナスに帯電している。そのことで DNA 断片を含む溶液に電流を流すとプラスの電極の方に移動します。そして短い DNA 断片は抵抗が小さいために早く移動し、逆に長い DNA 断片は抵抗が大きいためにゆっくりしか移動できない。この結果、長さの違う DNA 断片を分離できる。しかも DNA 断片の長さと電気エイド距離に相対関係がある。そしてすでに長さの分かっている DNA 断片を含む溶液を同時に移動させることで、未知の DNA 断片の移動距離と比較して DNA 断片の長さを測る。そして家系権による熊さんの DNA 型はこれです。この写真は検察が証拠として提出した現場で採取された資料の DNA の電気エイド写真です。この写真の16と26のところにバンドが写っているはずなのですが、写真を見る限りそのようなバンドは写っていないように見えます。実際 DNA 鑑定に詳しい市民バイオテクノロジー情報室代表の天笠圭介さんも、この写真にはそのようなものは写っていないと判断しています。またこの写真からこのバンドが写っていないのは、この写真の元のネガフィルムから写真を焼く際に光量を落として暗くしている疑いがあると弁護団は主張しています。綺麗に写っていなければ困るはずだが、なぜそんなことをする必要があるのか。それは写っては困るバンドを見えなくする、つまり写ったら困るバンドを消すために暗くして撮影した。本来の適量の光量で撮影したら全てのレーンに16のバンドが現れていることが発覚してしまうからではと弁護団は主張している。そしてこの写真は2012年9月、福岡地裁が家系権から取り寄せた証拠写真のネガフィルムを弁護団が複写し、パソコンで白黒反転させたものです。この写真を見ると、先ほどの写真と比べて全体的にバンドが明らかに鮮明に写っている。まず少女 O の DNA 型はこれではっきりと写っています。しかし少女 A の DNA 型はこれだがよく見えない。この写真で問題なのは、例えば少女 O の心臓血の DNA のレーンにまで薄くではあるが16が現れています。これは少女 O の心臓の血液の DNA であり、犯人の DNA が混ざることはありえない。ではなぜ16が写っているのか。実は電気エイドで時々現れる現象で、 DNA を増幅させた際に出る余分なバンドと考えられていて、鑑定したい DNA とは全く関係のない、まさしく余分なバンドが現れることがある。これについて弁護団が、この16はエキストラバンドであり、犯人の DNA とは無関係である、家系権はそれを隠すためにわざと光量を下げ写真を捏造したと主張しています。また関西大学社会学部教授里見茂さんはその著書冤罪死刑で報告している。もしそうであれば、本来2本のバンドしか写らないのに3本写っていることは納得できますし、鮮明な写真が本来出せるのにほとんどバンドが見えない写真を出してきていることも納得できます。次に鑑定写真の一部を切り取られていた。左の写真は右の写真よりも鮮明であるばかりでなく、写真の横ばいが長い。実は右の家系権の写真は一部を切り取ったもの。そして左の写真を見てわかる通り、切り取ったすぐ上には被害者でもなく熊さんでもない第三者が真犯人の可能性がある DNA 型が鮮明に写っている。弁護団はこれこそが真犯人
犯人の DNA であると主張した。なぜ科警研はネガフィルムから写真を現像する際に真犯人につながる可能性のある重要なバンドをフレームから外したのか。これによって真犯人の可能性があるこのバンドが写真に写っていなかった。これに対して福岡地検は鑑定書を作成する上で必要なものを提示したことに過ぎないから問題ないとしている。しかし筑波大学法医学本田克也教授はこれが不必要なものか真犯人のものであるかをこのネガフィルムだけでは判断できないとしている。さらに2009年10月、熊さんの妻が福岡地裁に再審請求したが、その際に弁護団から提出された新たな証拠があった。それは熊さんの肌着から採取した上皮組織や電気カミソリ内のヒゲを筑波大学の本田教授が DNA 鑑定したものであり、その結果はこれで科警研の鑑定結果を完全に否定する内容でした。これで本来はすぐに再審開始、そして無罪判決が出てよいほどの内容です。2013年6月、DNA 型に付け加えて血液型の鑑定も間違っていると裁判所に対して説明した。科警研はこの混合血液から犯人の血液型を B 型と判定しており、熊さんの血液型も B 型で一致したとされていた。しかし本田教授は当時の鑑定を見直したところ、単独犯だとすれば犯人の血液型は AB 型としか考えられないと主張している。少女 A に関する資料からは A 型、B 型の血液成分が出ました。なので単独犯の犯行だとすれば、その犯人は B 型か AB 型となります。そして少女 O に関する資料からは A 型、B 型、O 型の血液成分が出ました。つまり被害者が O であるので犯人の血液型は AB 型となります。しかし少女 O の A 型は少女 A の血液が混ざった可能性があります。その場合は犯人は B 型の可能性もある。そして科警研はこの少女 A の血液成分が少女 O の資料に混ざったという判断をした。よって犯人は B 型だと結論付けたのである。本田教授は少女 A の資料から想定される犯人は B 型か AB 型、そして少女 O の資料から想定される犯人は AB 型であると、両方に共通する血液型は AB 型なので単独犯であれば犯人は AB 型であると説明した。しかも本田教授は科警研の少女 A の血液成分が少女 O の資料に混ざったという可能性を否定している。その理由は少女 O の資料を使っての DNA 鑑定では少女 A の DNA 型は検出されていないからです。よって少女 O の資料に少女 A の血液が混入する可能性はないと本田教授は主張する。しかし裁判所はこれに対して以下のように答えています。血液型は赤血球を使用し、 DNA 鑑定では白血球を使用する。つまり血液中の全く違う部分を使用しているので、血液型鑑定の際に第二資料群から少女 A の血液成分が検出されて、一方 DNA 鑑定では少女 A の DNA 型が検出されないということは十分あり得ると述べた。言いたいことは分かりますが、本田教授の主張も可能性の領域であるとするならば、同じく裁判所の主張も可能性である。しかも警察は資料を使い切っているので、もはや再鑑定ができない。さらに科警研は血液型鑑定の際に大変重要な血液凝集反応の写真を紛失しています。この血液型凝集反応の強弱から血液型を判断するので非常に重要な証拠、そして死刑判決の根拠になっている。また事件直後、犯人とされる血液型は福岡県警の科警研では AB 型であると結論を出していたが、その後の科警研の鑑定では B 型とされていた。福岡地検はこれに対して鑑定は誤りではない、本田教授の独自の見解と説明している。裁判所は明確な根拠なく、ひたすら検察の主張を支持しているだけのように見える。次にその他の状況証拠の問題。この事件で有力証拠とされたもう一点は熊さんの車の後部座席シートから検出された血痕と尿痕である。そしてこれらが被害者女児2人の鼻血と失禁によるものだとされた。しかしこれらは結局確定判決での有罪理由では DNA は不明とされ、血液型が O 型と判明したのみであった。被害者の女児1人は O 型であったが、熊さんの妻も O 型であったし、親戚や熊さんと関係のある人にも多数いました。尿痕についても熊さんの母親が病院で勘定をされて下着を汚した状態で熊さんの車に乗ったことがあった。その他にも義理の母が車内でおまるを使ったことも過去にあった。つまり被害者以外の尿痕である可能性が十分にあったということになります。もっとおかしなことに、警察が熊さんの車を押収した当時、座席を調べた際にはシートから血痕は出ていなかった。つまり犯罪捜査で使われるルミノール反応が出ていなかったということになります。
しかし1年以上経過した後に福岡県警の科警研が熊さんの車から切り取ったとされるシートの生地を繊維メーカーに鑑定に出した際にメーカーの研究者に指摘されて初めて血痕の付着が見つかったとの話があります。そして被告は一貫して無実を主張、一度たりとも自白をしませんでした。この飯塚事件に関しては足利事件と違い、犯人とされた熊さんは事件をやったとの自白は一切していない。つまり事件当初から逮捕された後も一貫して無実を主張していた。他の冤罪事件では自白したから犯人だとみなされ、無実が証明されるまで時間がかかるなど犯人とされる要素は確かにあったと思われる。しかしこの飯塚事件の熊さんは一貫して無実を主張してきた。そして最後に死刑執行の速さ、時期の問題。飯塚事件はなんと冤罪事件である。足利事件が再鑑定されるとの報道がなされた12日後に死刑が執行された。これが飯塚事件の主な時系列です。申し訳ないんですが止めてみてください。死刑の確定から2年しか経っていない中でなぜ死刑を執行したのか。熊さんは死刑執行のおよそ2ヶ月前に手紙でこのように無実を訴えていました。明らかに冤罪。真実は必ず最新にて、この暗闇を照らすであろうことを信じて疑わない。また執行1ヶ月前の接見の時に弁護団に対して再審請求についても強く望んでいた。徳田弁護士は熊さんの名誉を回復するまで何度でも再審請求をする、それが贖罪だと語っている。また死刑執行を命じた当時の森法務大臣は当時の会見でこう説明した。十分慎重かつ適正な検討を加えた上で執行を命令したのでございまして、時期とか感覚とは一切意識にありませんと語っている。もし再審請求で無罪が確定したら自民党の森法務大臣はどうするのでしょうか。本来このような安易な死刑執行は国会でこそ問われるべきものと思います。そしてこの死刑執行は極めて問題だったとしか言いようがないです。被害者の家族も加害者とされた人の家族も真犯人が見つからない限り苦しみ続けることになります。正当な判断を行わなければならないはずの警察、検察、裁判所という機関で平然と行われていた飯塚事件への捏造や隠蔽工作は永遠に我々の心から消えることはないのでしょう。また死刑執行されてしまった熊道俊さんの無念、そして家族と共に戦ってきた飯塚事件弁護団の無念も我々には到底計り知ることのできない壮絶な苦しみだったのかもしれません。ともかく現在遺族が求めている熊さんの再審が一日も早く認められ真相が明らかになることを願うばかりです。以上、ご視聴ありがとうございました。正義とは悪を倒すこと、大切な人を守ること、いろいろあると思います。だから悪も正しいと思った道を貫くことは正義なのかもしれない。それがたとえ傲慢で自己中心的でも己が正しいと思っている道であるならば。おっと、時間がやってきました。それではまたお会いしましょう。おやすみ。